知ってるか？ネギトロってネギ取るって意味から来てるから、ネギがなくてもネギトロって言うんだって。つまんな。超絶面白雑学で仲良くなろう作戦は失敗か。俺の名前はトモリトモノリ、高校2年生だ。そして彼女の名前は七星七香、俺のクラスメイトだ。大企業の社長令嬢とかで、家はものすっごいお金持ち、毎月100万円のお小遣いをもらってるとかなんとか。勉強もスポーツもできるし、見た目もすごく気を使ってるみたいで、とても美人さんだ。俺は今そんな七星と仲良くなろうとあれこれ話しかけている。そういえば七星、今度はどんな雑学を披露するのかしら。お前っていつも教室で一人だよな。友達いないのか。クサ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 。おや、七星が胸を押さえて苦しそうにしている。俺なんかやっちゃいました？はあ、普通に友達くらいいますけど。10人や20人以上余裕でいますけど。なんなら100人くらいいるし。たくさんいるんだな。あ、俺もその中に入ってるよな。は？ずうずうしいわね。あーん、毎日頑張って話しかけてるんだけどな、なかなか仲良くなれていない。やはりもっと面白い雑学を。いや、興味ないから。とにもかくにも何か作戦を考えなくてはな。このままでは七星と仲良くなりたくてもなれない。俺はどうしても七星七香と仲良くなりたいのだ。あなたはどうしてそこまで私と。あ、今何か言ったか。別に何も言ってないし。そうか、どうしてそこまでまで聞こえたと思ったんだけどな。気のせいよ、ウッドエレメンタル、ウッドエレメンタル。そうかな、きっとどうしてそこまで私と仲良くなりたいのかって聞こうとしてたんだと思ったんだが。察しが良すぎじゃない。まあウッドエレメンタルならいいか、細かいことは気にしない、気にしない。でもちょっとアホなのよね。そんなこんなで俺は七星と仲良くなるため休日遊びに誘った。このサルベドモールならいろいろあるからな。ゲーセンもあるし、フードコートもあるし、ボーリングとかカラオケもできるんだぜ。知ってるわよ、ここうちが経営しているところだし。へえ、そうなんだ。にしても意外だな、俺の誘いに乗ってくれたの。はあ、あなたから誘ったんでしょ。まあそうなんだけど。言っておくけど、ただの気まぐれなんだから。私普段は友達とか友達とかとたくさん予定が入ってるから、スケジュールが毎日友達との遊びで埋め尽くされてるんだから。そんな毎日遊んでないでちゃんと勉強もしなきゃダメだぞ。突然の正論パンチ。まあでも七星の方が俺より成績良かったわ。勉強しなきゃなのはあなたの方じゃない。反論の余地もない。とにかく今日は本当にたま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 よ、スケジュールに空きがあって暇だったから、哀れなあなたの誘いに乗ってあげたのよ。そこのところちゃんと理解してちょうだい。あ、ありがとうな。そんなこんなでまずは腹ごしらえをすることになった。七星七星、ここのドリンクはコーラとメロンソーダがあるぞ。だいたいあるでしょ、それがどうかしたの。知らないのか、コーラとメロンソーダ、こいつらを混ぜて飲むとうまい。しょうもな、そういうことは小学生で卒業しなさいな。なあ七星、何かしら。それ混ぜてるよな。混ぜてないわよ。いや、どう見ても混ざってるよな。混ざってないわ。いやいやいや、混ざって混ざってないけれど。わかったわかった、じゃあ混ざってないってことで。それでいいのよ。甘い。それから俺たちはモールを一緒にブラブラと歩くことにしたのだが、なあそんなに離れて歩くことないだろ、隣歩いてくれよ、話しにくいだろ。え、でもそれじゃあ私たちカップルみたいに。あ、それがどうかしたか。気にならないの。他人にどう見られても気にしないよ、俺は。
ずっと思っていたんだけど、あなたって服のセンス最悪よね。なんだと？もういっぺん言ってみろ。めちゃくちゃ気にしてるじゃない。ん？いいのか？別に、私も他人にどう見られても気にしないことにしたわ。そっか。そんな感じで物理的な距離は縮まったが、七星は終始一歩引いた感じで、心の距離が縮まった感じはしなかった。どうやら七星に心を開いてもらうのは俺が思ってるよりも大変らしい。そろそろ帰るか。そうね。あ、どうかしたか？その、で、今日は、楽しかった？別に、普通よ、普通。え、普通なんだ。俺は楽しかったけど。そっか。私も楽しかったわよ。まあまあね。マジ？よかった。うん。あ、そういえば家まで送っていこうか。別に必要な。いえ、そうね。送ってくれる？ん？お、任せろ。でっか。ふふん。あ、なるほど。これを見せつけたかったわけが。七星って案外可愛いところあるよな。それからしばらくしたある日のこと。今日は七星と仲良くなろうと超絶面白雑学を披露していたところ。え、もうすぐ誕生日なのか？ええ、そうよ。七星の誕生日を偶然知ることができた。ああ、誕生日の予定はもう決まってるのか？ええ、もちろんよ。たくさん友達を呼んで盛大なパーティーをすることになってるの。俺はドレスコードがあるから。しか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 し、誕生日か。これは七星と仲良くなるチャンスかもしれないな。ハッピーバースデー、七か。たくさん友達を呼んで盛大なパーティーなんて言ったけれど、私には誕生日に呼ぶような友達なんていないのよね。両親は仕事で忙しくて帰ってこられないから、家族も友達もいない一人ぼっちの誕生日だわ。こそこそ。あー、誕生日のホールケーキ独り占めだ。うーれしいな。こんな惨めな姿、彼に知られるわけにはいかないわよね。彼のことだからきっと招待したら来てくれたんでしょうけど。まあ、お嬢様おいたわしよ。そうだ、インスタに写真あげなきゃ。仲のいい友達とみんなでピースして星を作ってる写真あげるのよ。ああ、お嬢様、一人で5人分を担当しておいたわしよ。ああ、七星の誕生日当日、今頃パーティーの真っ只中かな。邪魔するのもあれだし遠慮しようと思ったけど、プレゼントを渡しに行くくらいならいいよな。友達だし。ドレスコードがあるらしいから中には入れないだろうが、渡すだけなら大丈夫だよな。事前に買っておいた誕生日プレゼント喜んでくれるといいんだが。いや、でも七星のことだ。たくさんの友達からプレゼントもらってるだろうからな。しかもあいつの友達はお金持ちばっかりだろうし、俺の誕生日プレゼントじゃ喜んでもらえないかな。とはいえ七星の友達としては誕生日くらい祝ってやらないとな。そんなこんなで七星の家に着いたのだが。私ここで執事をしております、ジーヤと申します。ああ、どうも、クラスメートのトモリトモノリです。ではこちらへどうぞ。あれ、なんかすんなり家の中に入れてもらえた。おかしいな、盛大な誕生日パーティーをやっているはずなのにやけに静かだぞ。あの、今って七星七香さんの誕生日パーティー中なんですよね？ぐす。え、それはお嬢様が言ったのですか？はい、そうですけど。ぐすん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 。え、どうしたんですか？ああ、おいたわしや、そのような嘘をつくなんて、お嬢様。え、嘘？
はい、本日ここでそのような催しは開かれておりません。ねえ、それってどういう。お嬢様はぼっちなのです。え？え？ゆえにお嬢様は誕生日に招待するようなご友人がいません。少しお話を聞いてもらえませんか。え、あ、はい。これはお嬢様がまだ小学生の頃のことです。お嬢様にお友達ができました。ただそのお友達というのがお嬢様のお金目当てで近づいてきただけで、お嬢様には何の興味もなかったのです。お嬢様はそれを承知の上でその方とお友達をしていました。ね、それはどうして。お嬢様は寂しがり屋な方でしてね、相手が自分のお金目当てだと分かっていても一人ぼっちになるよりはマシだと言っていましたね。どうしてそこまで。お嬢様は幼い頃から一人でいることが多かったのです。ご両親は仕事でなかなか帰ってこられず、習い事やお勉強で友達と遊ぶ時間もほとんど取れなかった。そんなお嬢様が一人ぼっちになるのは簡単でした。世の中には一人でいることが苦ではない人たちがいます。ですがその方たちは本当の孤独を知らない。お嬢様はその孤独を知ってしまったがために、自分が利用されているだけだと知っても人とのつながりを求めてしまったのです。ああ、ですがお嬢様に価値がなくなれば、その方々はお嬢様から簡単に離れていきました。そうして一人ぼっちになったお嬢様はそこで悟ったそうです。他人に媚びへつらって友達になってもらっても、結局自分は惨めな思いをした。またそんな惨めな思いをするくらいなら、もはや自分に友達なんていらないと。それからお嬢様はすっかり心を閉ざしてしまわれました。そうなんですか。道理で心をなかなか開いてもらえないと思った。それからのお嬢様は他人に舐められまいと見栄を張るようになったのです。友達がいないかわいそうなやつだと思われたくなくて、友達たくさんいるアピールのためにインチュタにたくさんの友達に囲まれている写真をアップしたり。悲しい。舐められればまたつけ込まれる。一人ぼっちは嫌だという弱い自分を何とかしたかったのでしょうね。ですがやはりそれでもどこかでお嬢様はまだ人とのつながりを求めている。その証拠が君なのです。俺ですか。お嬢様はここ最近君の話をよくしてくれます。え、おそらく君とお友達になりたいのでしょうね。ただ過去の経験のせいで素直にそう言い出せないのでしょうが。そうなんだろうか。そうかもしれない。いつもなんだかんだで俺に付き合ってくれてたもんな。お嬢様は本当はとても心優しく寂しがり屋な女の子なのです。あの方の胸に開いた穴を私が塞いで差し上げられればよいですが、私は所詮雇われているだけの執事、それではお金のためかもしれないと疑われ、お嬢様の心を開くことはできないのです。しかし君ならば、お嬢様のことをどうかよろしくお願いいたします。はい、任せてください。もとより、俺はナナカさんと仲良くなるつもりですから。
ビエーイ。うん、あとはここをこう加工すれば、あらびっくり、友達と誕生日ケーキを囲んでいる私の写真が出来上がったわ。はあ、虚しいわ。どうしてあなたがここに？いや、七星に誕生日プレゼントを渡しに来たんだよ。私に？はい、これプレゼント。 ありがとう。で、そうじゃなくて、あのこれはその、ちょうど誕生日パーティーが終わったところでね。全部執事の人に聞いたよ。ジーヤから？その七星の昔のこととかさ。ジーヤったら、勝手にペラペラと人のプライベートを。あのさ、七星。何を？俺、七星と仲良くなりたいんだ。同情？そんなもの。違う。俺はお前と友達として仲良くなりたいんだ。友達って、私は認めてないわ。じゃあ、俺が勝手にそう思うことにする。勝手な男。大体、どうしてそんなに仲良くなりたいわけ？お金目当てなら諦めなさい。勘違いするな。俺はお金とか、そんなんでお前と仲良くなりたいわけじゃない。なら、どうしてよ？それは、お前に幽霊が見えるからだ。はい？俺は見てしまったんだ。お前が学校でブツブツと誰かと話しているところを。最初は独り言だと思ったんだ。でも明らかに誰かと会話をしていると思ってさ、それで気づいたんだ。お前、幽霊と話せるんだろ？あれから七星のことが気になってさ、仲良くなりたいと思うようになったんだ。もちろんこれはきっかけで、今ではそういうの関係なく仲良くなりたいと思ってるんだけどさ。フレンド？ん？なんだ？フレンド？イマジナリーフレンド。え？イマジナリーフレンドと話してたのよ。その名前はなんて言うんだ？そこ深掘りしないでくれる？私にだって羞恥心くらいあるのよ。正直すまんかった。感は旧大。あのね、私あなたと友達になりたいと思っていたの。え、そうなの？あなたって裏表がなさそうじゃない？まっすぐで無邪気で純粋で、そういうあなただから信じてみたくなったのよ。七星。私その見えっ張りだし、結構めんどくさいところもあるけど、それでもよかったら友達になってくれるかしら。なあ、もうとっくに俺は友達だと思ってるぞ。こうして俺たちは友達になったのである。こそこそ友達、友達。お嬢様、よかったですね。今頃、彼は何をしているのかしら。おや、今何してますかって、こんなメッセージ送ったら迷惑かしら。じゃあ、今日のお礼は、これじゃあ硬すぎるかしら。どうしよう。お嬢様、それは友達に向ける顔ではありませんぞ。トモリ君ってどんな女の子が好みなのかしら。ああ、大変だ。これはお父様に報告しなければ。後日、俺は七星さんの家に招待されて、そこでお父さんとお母さんに娘をよろしく頼むとか言われたんだけど、どういうことだろう。おまけ、あ、それ誕生日に送ったハンドクリーム使ってくれてるんだな。まあね。正直七星は金持ちだから、もっといいもの使ってると思ったんだけど、迷惑じゃなかったか？迷惑なんかじゃないわよ。ありがとう。それならよかった。ねえ、あなたの誕生日教えなさいよ。え？だって私だけ祝われて申し訳ないじゃない。それなら昨日だけど。え？昨日が俺の誕生日。なんで言わなかったのよ。聞かれなかったから。このバ
か。今日うち来なさい。一日遅れだけど祝ってあげるから。ねえ、いや別にいいよ。ダメ、あなただって私の誕生日を祝ったんだから、自分の時は別にいいなんて通用しないわよ。じゃあそこまで言うなら祝ってもらおうかな。ええ、任せて。一流シェフを呼んで盛大に祝ってあげる。いや、あのもっと庶民的な感じで。催しにマジックショーとかいいかもしれないわね。絶対喜んでもらうんだから。聞いてない。右耳から入ったラムネが左耳から出るかと思わせて頭頂部から出ます。ポン。あ、すごいわ。お嬢様、よかった。